はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ブルーアーカイブ始めていきましょう。ようこそ先生、いらっしゃるのを待ってました。今日も良い一日を。じゃあ行きましょう。イベントこちらではなく、今日も良い今日は私が先生を案内してあげる。にぎにぎという頑張ります。イベントにぎにぎとゆきゆきてですね、こちらをやっていきたいと思います。これらがボーナス生とか、スペシャル枠がご覧の通り、獲得してる人としてない人がいい。獲得してる人、してない人は薄く表示されるんだ。イロハ欲しいな。チャレンジ枠とかクエストもありますが、見たいのはストーリーです。では行きましょう。プロローグ。引用部か。先生でもいいのかな。カホニア。百鬼夜行の物語ですね。百鬼夜行の引用部の。引用部だけじゃないよな。ないけど。お？誰が来るんだろう。ん？ちゃ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 。なんで？激怒。性が奮起委員会だ。また前に寝ると良くないよね。間違いない。
弱そう。ダウン、ワン、ツー、スリー、百花繚乱。あ、じゃあそっち優先だよな。面白くない？これプロローグだ。じゃあこれを、おかえり先生、百鬼夜行にようこそ。では行きましょう。ミカとフィーナ。祭りウェイカーか。ルーレット。あ、今度はウミカが。目が死んでる。海か。映画村？ズマさん？
お楓だ。自分探し。今お、楓が、椿がいる。あら。動かんなぁ。いい考えがある。虫クイーンって虫キングかな、昔。さあ先生登場。誰？カードを使う。
おお。かもしれない。だこの音楽。第2話いきましょう。やばいだ、うっそうすぎる。おいおいおい、これはひながもうさらに激務になるわけだ。本当だ。本当？うん。撮りましたね。いいな、建物。好き。じゃあ、何でしょう。え、また？また。嘘だろ？金貨かわいそう。そうなんだ。出発です。え？あ、いぶきは行くんだ。誰だ？うん、ガイドフィーない。そしてこれはカエデか。全然イメージが違う。カエデ。箱にも衣装、ちょっと失礼。で、椿。寝そう。
そうなんだ。アナログ的な組織なんだろうな、百花繚乱、百鬼夜行は。印刷押し直しは大変、無理だろう。何？結構自治体内これはやらんでくれよ。温泉、モブ、ゲーナモブ、そうだね。それはどうかな。揉めてるなぁ。嘘だ、ゲヘナは。
お、これは？これモブなんか？モブですね。ましょう。では次3ですね。フィーナ、アサヒナフィータ、フィーナ、外浜海かか。いいですね。
言うこと聞かないな。やばすぎ。確かに。真面目すぎる海か。4番戦わないといけないのか、これ確かに。誰だ？おい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 、誰だ？メグだ。
いいよ。サバトルです。まあ、これ自動で多分勝てると思うんで、このまま行ってみましょう。お。え、何この構図？これは防衛戦？じゃあここで攻めていく。私の銃が熱く燃え上がってます。私燃えてます。移動します。ここで大活躍を。おう、危ない危ない。ナイスなシーンです。私燃えてます。ナビシ、みんな出発だよ。ナイスなシーンです。ナイスなシーンです。私たちの力になれるんだから。ネグは火炎放射器を出してくるんだ。まあもうちょっとだけど。今回のお祭りもすごかったです。先生はいかがでしたか？そしてはもっと遅れてしまった。百鬼夜行記念カード。
ん？お、春菜だ。風花もいる。うん。炭？炭順子。また今度は美食との戦いか。夜になってる、いつの間にか。ダイオウイカでかいな。え、えぐい。うん、どうした、純子。怒ってる。さあ、バトルです。何これ、回復。全身全霊でお返しします。結構受けてんな、タンク役か。マシンガン。あと2体。見えた？え、勝った？逃がされたけど。おみこし、パレード、食べ物、花火。
もうメンタルはボロボロ。こういうバトルもあるんですね。が出た。これで終わりだ。倒しました。では、6ですね。すっかり夜も暮れてしまいましたね。するんだろう。え？これ仮装した生徒の命がやばい。なんか目が怪しい。お、誰？岸、よくわかってるじゃないか。真実は重要じゃない。ん？その笑い声はまさか。なんでいるんだ？あ、来た。パンデニューを支えても来るんだ。
どうだ？あ、倒れたのは、あー、これはやばい。え？やってるんだ。結構なかったな。すごい。ん？ってことは？よく見てるな。え？お、椿下がっておいて。トラマル？さあ行きましょう。すごい組み合わせだ。8なんだ、イロハ。コスト、やばいな。私、萌えと打ちまくります。今回使えるかどうか微妙だな、イロハが。すごい、お化けだ。何やめんの？うちさ。来い。いけ。すげえ一撃だ。いや、トラマルすごいな。今回のお祭りもすごかったです。先生はいかがでしたか？これセナの上位互換らしいよな、コスト以外は。え、撃つなよ。やばすぎ。ん？これ誰だ？おいおい。いや、そうなんだよ。ナイス。
誰だこいつ。では行きましょう。そうだよな。お、新た。怖いよな。本当だ。もう観光の問題だよな。なになに？映画村。
本だな。お、どうした？強いのはしゃあないけどな。ゲラだからな。え？なんだろう。えぐい。許せ。許さんぞ。いいな。そういえば効果なんてあるんだろうか、ゲーナは。2個だったんだ。
らうの難しさだな、これかなりあのストレス溜まりがちになるよな。なんだろう、え、なんだって？え、ひでえな。なんと。うわ、すごい勢力。全身急に撃たれた。
そうか。なんだろう。あらさあ、住所行きましょう。あらららら、やばすぎます。汗がやばいんだ。まあそうなるよな。お、なんでよ。燃える？
あれ誠は どうなんだ？俺は力を分けてくれ。そう。
ック警戒。うん、可能な。もう貴重だ。おそしてこれが最後かな。だろうな。え？あ。え？
だいぶ都会だな、百鬼夜行は。確かに。どうした？うん、浜娘来た。うん。ということで、めいたしということですね。ここ。誰がまだ残ってる。次は能見の番だ。ほとんどダメージ食らってない。
まあ先もあるわけでさ、これはあのこのウェーブキャットの枕って、はい、それはいい選択です。レースの枕も気になるな。なんだこれ、気になるな。おソファーガイド手旗。あ、私でもそれを選んだと思います。そう言ってくれたか。あとアイテムはこれはないな。楓の締め文字があるけど、はい。ということで、にぎにぎとゆきゆき亭のイベント、行ってきました。また、桃トークとかストーリーとか、メインストーリーとかやっていきますので、引き続き、ご覧いただければと思います。よろしければ、チャンネル登録、高評価お願いいたします。ブルーアーカイブのプレイリストもご覧ください。旧ツイッターである X のアカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いします。ブルーアーカイブお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。